時間も時間なんで2種目でいいか。消えるからこの後は見せたくない。どういうこと？高さがねなくなってるんだよ、二頭パンプすぎると。あ、そう。だから全体的にぼやけちゃうから、ほどほど。試合の時はそう、試合の時はね本当に二頭はほんの少しやるだけ。これはアドバイスになるか分かんないけど一応言っときます。はい、ということで、バーベルパンダの3セットで、マジでパンダの。ちょっと今日はあとダンベルでちょこっとやって、今日はおしまい。
応2種目3セットぐらい、もう時間がないから今日は仕方ないということでね、おしまいです。これから外出てちょっとドリンクとかちょっとグッズコーナー見ていきます。 OK、 じゃあトレーニング終わり。T シャツとかちょっと見て、出ないと間に合わないから見ていきます。こんな感じで今日はトレーニングおしまいです。ちょっともうここを出ないといけないので、今日はこの辺で終わりになります。ということで最後まで動画見ていただきありがとうございます。じゃあそんな感じで、もしこの動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、これアメリカで買った、アメリカじゃねえ、米軍基地で買った、これはねちょっとだけ味見、めっちゃいっぱい買ったんだけど、とりあえずこれだけいきます。何味だろう、これちなみに0キロカロリー。ああドクターペッパーっぽいけどじゃない、なんだろう、それだそれだ、あ、分かった分かった、チェリーの、うん、その何、ドクターペッパー、うん、なのか分かんないけど、こういう飲み物ってさすごい目引かれるじゃん。アメリカのやつって、アメリカのやつってっていうか海外のやつってさ、まあ、日本にちょっとなくてさ、うわ、なんかなんだろうこれ、どんな味するんだろうっていう感じ、そのワクワク感とかたまらないよね、すごい好き。